周年おめでとうございます。私は今年からいろいろと携わらせていただくようになったんですが、今後もっともっとどんどんコリアを盛り上げるべく体を張って頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。日々進んでどんどんいろんなことが進んだり、すごく彩り豊かなこの2周年だったんじゃないかなと思っています。本当におめでとうございます。はい、お気づきの方もいらっしゃると思うんですが、私が緊張してますよね。振り返りますよ、はい、これと同じです。例えば私喋れると思ったら韓国語がうわっと出てきちゃったりするんですよ。鉄道はよくわかりますが、私利益出せるかもと思ったら出ちゃうんですよ。それではですね、ソワさんの登場になります。遠方の方からもお越しいただいた方いらっしゃったりですとか、関西の方、来てくださりありがとうございます。では今から4分ほどお時間を取っていきますので、こんな風になったらいいな。12月31日12月31日までには物販で食べている自信ができている。11月の20日、今まで動かない在庫を減らす、セットにとか書いてあると思います。私たちのグループはやっぱり土管仕入れがいいなとなりましたとかですね、どちらかに一度皆さんでお話し合いの上出していただきたいという形になります。韓国好きでどんどんコリア入って頑張ろうと思ってやってるので、保管仕入れがいいっていう結論になりました。みんなで頑張ろうって思いました。メリットとしては利益率が高く取れる商品が多かったり、韓国限定当たり売れるスピードが速いとか、先ほどあったり、購入制限がポップアップとかでないっていうのがすごいメリットと思っているので、あと海外のお客さんに出せたりとか、メリットとしては経費かかるんですけど、何よりもやっぱ自分が楽しめるんで、モチベーションアップしていいといいなっていう感じでまとまってます。どのグループも皆さん主体的にお話各自一人一回は必ずされたかと思うんですけども、その主体性を持ってこの物販にぜひ取り組んでいただきたいっていうところから、こういった今回はグループディスカッションっていうような、ワークを取り入れさせていただきました。もうここで止まっちゃいますよね。抱えてる方、本当に皆さん抱えてる方に絶対一緒だと思うので、自分のなんかその
すごい尊敬でした。知らなくて
おめでとうございます。おめでとうございます。びっくりしました。良かったですか？良かったです。めっちゃびっくりしました。びっくりした。めっちゃ可愛い。びっくりした。すげえ。ゆっくり読もう。家で近いの読んでください、はい、韓国好きを仕事にするならどんどんコリア。今日は、遠方からここに来ていただいたりとか、たくさんお集まりいただいて、きっと、関西以外の方は宿泊して来てくださってるのかなという感じで思っているんですけれども、1年目そして2年目こういった形で周年パーティーを開くことができて、すごく私含め、運営メンバー一同嬉しく思っております。日頃からいつも盛り上げてくださり本当にありがとうございます。日頃なかなかね会う機会が少ない方、大阪で近い方は事務所の方お越しいただいたりとかして結構顔を合わせたりする方さまざまいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、皆さんこのどんどんコリアに何か夢希望を持って、入会してくださっているのかなっていうふうに思いますので、ぜひ在籍期間中、その間は皆さんの夢目標を叶えるために精一杯このサポートを使っていただけると私たちもすごく嬉しく思いますので、今日せっかくお顔を合わせることができましたから、これからどんどんね会ったことがないから質問しづらかったとか、だから何聞いていいかわからへんとか、そういったお悩みってあったと思うんですけれども、ぜひ今日お顔を合わせたことによってちょっとでもお話ししやすくなってたら嬉しいなっていうふうに思っておりますので、皆様これからも持たない方もね、最近入会してくださった方もいらっしゃると思います。で最近入られた方は今回このイベントが初めてで、どんどんコリアってこういうところなんだなっていうのをきっとお分かりいただけたんじゃないかなというふうに思ってます。で皆さんすごく素敵な方がたくさん参加してくださってる場所でもあるので、私自身すごくここは温かい場所だなっていうふうに思ってます。これからももっともっとこの関西だけじゃなくて関東そして、全国どんどんコリアの活動をもっともっと広げていきたいなっていうふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆様のお力をお貸しいただけるとすごく嬉しいです。これからもどんどんコリア来年3周年開けるように盛り上げてまいりますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。ぜひ、炊き込む用とかにも使ってもらったらいいかなと思って。